それでは多田が、この表題の論文を紹介させていただきます。今日はちょっと経路を変えてスペイン語を対象したとしたものになります。このペーパーは、ナックルのワークショップにアクセプトされた、論文になります。まあ、医療ドメインの、NLP っていうのは単語分散表現が、NER だったりその後の工程にこう有用なリソースとなっている現状があります。で、この論文では、スペイン語で医療ドメインの単語埋め込みについて学習評価しています。で、この医療ドメインの、スペイン語の、単語埋め込みっていうのは、評価がほとんど行われてないっていうような現状があるそうで、この論文ではそれについて行っています。で、日本語でペイリソースっていうのがあって、この論文では英語のデータセットっていうのをスペイン語で活用しているっていうところです。で、いきなり手法に入るんですが、結構手法とかはシンプルになります。で、分散表現手法はファストテキストで、学習コーパスは、CELO、データベースとい こうスペイン語の、いろんな、地域のスペイン語を混ざった、論文だったり、そのアブストラクトなんかパブメドみたいな感じっぽい、ところからのデータセットっていうのと、あとウィキペディアの、健康だったり、いったここにあるカテゴリーっていうのを、抽出してあげて使っていくような形です。で、コーパスの、サイズとかに関してはサイズじゃないか、統計情報に関しては、こんなような感じです。で、ここでこの論文では内部評価と外部評価をしていくんですけど、まず内部評価で、このドメインで利用できる、スペイン語のデータセットっていうのがないっていうのがあるそうで、先ほども触れたんですけど、英語のデータセットっていうのをスペイン語に適用していく、いきます。で、使用するデータセットっていうのは、ここにある、単語の類似性だったり関連性っていうのを見ていくタスクを使っていきます。で、それぞれのサイズにそれぞれ下でアノテーションされているようなデータになりまして、でサイズとしてはこのような感じです。はい。で、一番下のものに関しても同様のドメインで類似性を見るっていうようなものになります。で、これでここから、これ先ほど触れたのが英語の、データセットなのでスペイン語に対応させていくんですけども、ここも結構シンプルというか、今っぽいというか、Google トランスレーションに、かませて、で、翻訳したものを、すでに使用可能な翻訳というか、スペイン語のものと、総合確認をして、表記の揺れとか、そういったものを人手で正規化していくっていうような形です。で、マッチしてれば、そのまま使って、マッチしなければ、そうですね、この図は、先ほど触れたんですけど、人手で直していくっていうような形です。で、スペイン語を使われている地域は広いので、国とか、地域に依存する薬品名とかっていうのを除いた最終的な、コーパスのサイズっていうのがその下のサイズになります。で、この、今回、医療ドメインで、テキストを集めて学習を行ったものと比較するベースラインの、エンベディングっていうのが、あちらの大学の、NLP グループが、公開している、大規模コーパスで学習したものを使っていくということです。で、コーパスサイズは 1.465 と結構大きい感じのものになります。ドメインは、一般ドメインです。で、比較のためなんですけど、学習方法パラメータ等は、この論文と、全く同じにしているそうです。で、ドメインが違うので、翻訳された、単語のペア、データセットの単語のペアが、片っぽの、モデルに存在しないと、不公平、特に一般ドメインのものだと、出てこないということも多々あり得る
ていう感じだと思うの で、ここで、まあ、ちゃんと、語彙として、学習されたモデルの中に出てくるかっていうところをチェックして、含まれてないものは、ここでは排除しています。で複合語、複数単語によって構成されている用語については、個々の単語のベクトルの平均を使っています。で、最終的にこの削除を通して、残ったデータセットの数っていうのが、ここになります。で、内部評価では、各ペア、ペアになっているんですけど、その各ペアの加算類似度を計算して、まあ、人手のアノテーションされたものと、ピアソン相関を見てどんな感じかなっていうのを見ていきます。で、こちらは結果で、まあ、やっぱり、まあ、一般ドメイン、まあまあ、そうですね、まあまあ、考えると、まあ、自然だなっていう感じはあるんですけど、まあ、やっぱりあのドメイン特化した、コーパスで学習させてあげたものの方が、まあ、人との相関も高いっていうのが、これは確認できます。で次に、外部評価ということで、まあ、スペインの、まあ、臨床症例コーパスっていうのが、今新しくシェアドタスクで、あるそうなので、今まだシェアドタスク、まあ、この論文発表された論文内では、まだ公開できてないっていう書いてあったんですけど、そういったものが、最近あのできたみたいです。で、まあ、内容としては、まあまあ、よりちょっと課題というか、まあまあ、バイオメディカル系の文献とか、まあ、臨床記録とかが入っているようなものなみたいです。で、特に医療ドメインの中で、まあ、症例とかいったものの、分野っていうのは限定されてない、幅広いあのデータセットのようです。で、外部評価では、まあ、NER を、既存のシステムを使って、先ほど学習した埋め込み表現 と、ベースライン埋め込み表現を使って見ていくっていう、どのくらい差が出るかっていうのを見ていくっていう感じです。で、この、使用する、コーパスなんですけど、まあ、4つの、エンティティラベルが付与されているということで、まあ、タンパク質とか、まあ、正規化可能な、化学物質、まあ、できないもの、まあ、ちょっとその他というか不明な研究っていうのに分かれていて、その中の、まあ、石化できないってものは、絶対数がかなり少ないということで、今回は評価に含めないと書いてありました。こちらが結果で、まあ、そうかなっていうのもあるんですけど、やはりこうドメインに特化した学習をした方が、精度が高い。まあ、ただ、やはり、やはりこう規模がだいぶ違う、まあ、1桁とか2桁ぐらい違う、1桁って書いてあるので、数字的にはあの2桁っぽかったんですけど、まあ、こちらの方がだいぶ規模がでかいので、まあ、こちらも結構精度が高いというような形になってますが、まあ、規模がだいぶ小さいのにこう割 と、精度が得られているっていうような、ことを、シラは述べていました。で、まあ、そうですね、制度的にはこちら の、 あのインドメインあのドメインが、医療ドメインで学習したものの方が、まあ、精度が高いということになっています。で、これは多分シェードタスクの話だと思うんですけれども、テストセット13セットあるうちの中で8つで、まあ、最高のスコアを達成しましたよっていうのが報告していました。で、ヒチュラは、まあ、作ったベクトルの、なんていうんですかね、マッピングのこう比較もしていて、こちらが、まあ、一般ドメイン、ジェネラルドメインで、学習したもので、でこちらが、インドメインで、あの同じドメインのもの、医療ドメインのものを学習したもので、まあ、規模がだいぶ違うので、ちょっと一概に比べていいの、あ、まあ、いいのか、まあ、やはり、こちらの方が、医療ドメインに特化して学習した方が、マッピング系というか分類がちゃんとされているというようなことは確認できましたということで、報告していました。まあ、コンクルージョンで、この論文では、まあ
スペイン語の、医療ドメインについて、まあ、これまでされてなかった学習とか評価っていうのを、まあ、その医療ドメインに特化したエミニング作って、ちゃんと一般ドメインと比較してあげるっていうようなことをしました。で、まあ、結果的には、まあ、タスカ医療ドメインっていうのもあるんですけど、まあ、一般ドメインのものよりも、優れた性能っていうのをちゃんと確認できましたよと述べていました。で、まあ、ちゃんと、まあ、先ほどの図からなんですけど、まあ、ちゃんとマッピングもできていて、まあ、マッピングというか、まあ、ちゃんと分類できて単語をちゃんと分類できるようなマッピングがされてたよっていうようなことを述べていました。で、まあ、これは、まあ、結構大きい貢献なのかなと思うんですけど、まあ、学習済みモデルを公開したっていうところも、貢献として述べていました。で、まあ、最後に、これは貢献述べてなかったんですけど、少ない資源の中で、まあ、多言語、リソースが豊富な言語を、まあ、ちょっと人手が入っているので、工数がかかると思うんですけど、まあ、使ってちゃんと実験したっていうのは、まあ、これはもう大きな貢献かなと思って、ここに追加しました。以上で紹介を終わります。